チテレビ。あなたのお姉さんの死の真相を知りたくはないです。なんでそんなこと知ってるんですか。ハザト村に行ってみなさい。ハザト村、神社で君が倒れてるのたまたま見つけてね、うちまで運んできたんだよ。私は今西と言います。唯一焼けずに残った遺体はこの武雄さんです。死者を蘇らせる儀式、誰かがここでそれをやろうとしてるんだよ。死者が蘇るというのは本当なんです。言い伝えは真実なんですよ。もう二度ともここへは戻らないと約束してください。富の御事の力においてさまよえる杉崎武雄の生をこの世に浮き返したお。首を突っ込むなと言ったはずだろう。御気に進まそう御礼へとは、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 御気に進まそう。すまないって今西さん。とにかく今は逃げる方法を考えるんだ。言い伝えにのっとり、死に人よみがえりの儀、万事滞りなく終了いたしました。死に人がよみがえる瞬間は誰も見てはならぬとされています。今晩は門の前に火を絶やさぬ、よみがえった死に人が迷わぬ。ここ外れそうだ。戻ってきますよ。これでどうにか息子に会える。皆さん、今晩は本当にありがとう、ありがとう。
竹雄さんだ。無理はしない方がいい。さあ、はい、じゃあ無理しないで一時はどうなることかと思ったよ。でもあの村の謎は何一つ解けてません。ただ死んだ人間が生き返ったのだけは確かだ。先生本気で信じてるんですか？何かトリックがあるはずです。トリック？例えば死体が偽物だったとか。司法解剖されてるんだろ。クローンってことはないか。え？ほら最近羊とかで話題になっただろ。遺伝子技術で全く同じ羊をもう一頭作っちゃったやつ。確かに死んだ武雄さんの DNA を採取し受精させそれを誰かに産ませれば可能性はあります。でもたとえ全く同じ遺伝子を持つ個体をもう一個作ったとしても元の年齢まで成長するには同じだけの年月がかかるんです。武雄さん30歳だから30年間。もしもし、浅野君、例の件分かった？それ調べたけどさ、お前ハザード村なんか行って何してんだよ。パパ早く早く。慌てるなよ。信じてはいただけないかもしれませんが、死者が蘇るというのは本当なんです。僕を生き返らせて。どうかしました？何か分かったのか？それが検視報告が偽造された可能性はありませんでした。私たちが見た杉崎武雄の死体は本物でした。
竹雄はやっぱり生き返ったってことか。今のところ他に可能性は。でもちょっと気になることがあるんです。事件の後警察が調べたところでは、杉崎竹雄は以前東京でひき逃げ事件を起こしていて、そのことで他の4人から揺すられていたらしいんです。もし竹雄が一緒に死んでいなかったら、警察は真っ先に彼を疑ったところでした。何か裏にあると思いませんか。でもどうやって調べる。これから村に戻ったら今度こそ殺されるかもしれない。警察に人が生き返った話をしても笑われるだけだし。今西さん、すいません。今西さんいないみたいですね。こちらに相原夏美さんという方いらっしゃいますでしょうか。相原なら今日は休みを取っていますが。相原に何の用ですか。相原の上司の生田です。彼女に用があるなら私が代わりに受けたまっておきます。いいえ、私には話したくない。ディスクのことですか。リングというパスワードの。ご存知なんですか。どうぞ。ついでにあなたが相原に言いたかったことを当ててみせましょうか。周りの人間に気をつけろ。当たりましたか。どうしても私が信用できないというなら構いません。後で相原から話を聞きます。貞子、山村貞子という名をご存知ですか。さあ。信じていただけないかもしれませんが、以前彼女が念写したビデオが広まって何人もの人が死んだことがありました。その後事件は解決し、彼女の遺骨も故郷の大島に葬られたんです。いえ、そのはずだったんです。というと。彼女の墓が開けられた跡があったんです。誰かが彼女の遺骨を持ち出したんです。誰が封印を解いたのか、私あることに気づいたんです。とても単純なこと。彼女の遺骨が葬られている場所を知っている人間はごくわずかです。当時の事件関係者か病院関係者、それに警察。我々の中に墓を暴いた人間がいるかもしれないと。はい、わかりました。相原にも注意するように言っておきます。失礼します。どれもすごい研究ですよ、これ。おい、いいのか、勝手に。あれ変ですよ、これ。いい加減にしろよ。見てください、実験回数がどう見ても多すぎるんです。稲が3ヶ月間で10世代も交配されてる。普通だったらありえないですよね。多分実験記録ですよ、これ。
当だ。一日でこんなに。何をしてるんです。なんだ、あなたたちでしたか。すいません、勝手に。どれも素晴らしい研究だったんで、つい。いいえ、それよりも無事でよかった。小さな村のことです。秘密が外に漏れるのを極端なほど恐れてるんですよ。よくわかります。でもどうしても納得いかないんです。死んだ人間が生き返るなんて。あなたたちの気持ちはよくわかります。私もそうでしたから。でもね、事実それは起こったんです。言い伝えは正しかった。科学では説明できないことがこの世にはあるんですよ。素人考えかもしれませんが、あなたは植物の成長を早める方法をご存知ですね。しかも異常な速さで。ああ、これをご覧になったんですね。はい。研究上の秘密ですが、気づいてしまわれたなら仕方がない。確かに私はその力を手に入れました。おかげで研究の効率は大幅にアップしました。あなたならそれを使って武雄さんを作り出すことができたんじゃないですか。あなたの遺伝子技術で死んだ武雄さんと同じ遺伝子を持つ子を誰かに産ませ、それを急速に成長させれば。それが生き返った武雄さんだと。ええ。無理ですよ、そんなの。そうなんです先生、ありえないんです。武雄さんが戻ってきた時のこと覚えてますか。万が一先生の言う通りの方法で本人とそっくりの人間を作り出したとしても、生きていた時の記憶を持っていない。でも武雄さん、お父さんのこと覚えていたじゃないですか。おやじ。まあ、知らない方にはありがちな勘違いです。でもなかなか楽しい発想ですよ。すみません。この研究のことは時期が来れば学会に発表するつもりです。もう余計な詮索はなさらない方がいい。東京に早く戻ることです。さあ、途中までお送りしましょう。どうぞ。誰か来ます。村の人たちでは。隠れて。
に喋った。あの死体のことを。どうして殺すことなんか。そんな撃つ気なんて。時田、警察に連絡しないと。待ってください。それはダメです。武雄さんを殺したことを知られたら村の人にどんな目に遭わされるか。でも警察だって我々のことを守ってはくれませんよ。だって武雄さんは一度死んでるんですよ。相手にしてくれたはずはずありません。そうだ、裏庭に死体を隠しましょう。それで全て終わるんです。何言ってるんですか。そもそも生き返らせたことが間違いだったんだ。そうだ、農園の方にビニールシートがあります。取ってきます。ここで待っていてください。ちょっと今井さん。先生、やっぱり警察に連絡だ。おかしいな、繋がらない。外から鍵が。待てよ、なぜ彼は今西さんを殺そうとしたんだ。生き返らせてくれたのなら恩人のはずじゃないか。この男は今西さんに何か言おうとした。そしたら撃たれた。今西さんがわざと撃ったって言うんですか。マニシュ、てめえ何喋った。あの死体のこと。あの死体、あの死体ってなんだ。そうか、そうだったのか。ここにいたまずい。どういうことですか。やっぱり杉崎だけは生き返ったわけじゃなかったんだ。周りの目を欺くためのトリックだったんだよ。くそ、今西さんは確かに遺伝子技術でもう一人の杉崎武雄を作り出したんだ。ただし生き返った杉崎武雄じゃなくて死んだ方。死んだ方。ああ、ここにいるのこそ本物の杉崎武雄だよ。じゃあ、あの屋敷で見つかったのは今西さんが作った死体だった。ああ、そうか。警察がそれを司法解剖した。心臓麻痺以外の死因が見つからなかったのは最初からそれが死んでたから。全部今西さんが仕組んだことだったんだよ。ここにいちゃまずい。出よう出よう。あなたたちの想像する通りです。武雄は前に東京で交通事故を起こし、そのことで4人に揺すられていた。こいつが他の4人を殺したんです。息子のやったことを知った武雄の父親は哀れなほどおろおろとして、そしてとっさに助けてくれた私に電話をしてきたんです。その時私は嬉しさに身震いをしましたよ。これから杉崎は私の思うままになる。それから早速私は竹をそっくりの死体を作り上げた。そして離れに火をつけて死体を転がしたんです。
察はその死体を本物の竹雄だと思い込んだ。解剖までして偽物だと見抜けなかった。私はしばらく笑いが止まりませんでしたよ。それから私は杉崎とこいつに村の言い伝えに従ってあのくだらない生き返りの芝居を演じさせたんです。おかげで村中が感動した。なぜあなたは今でも世界中から尊敬される学者のはずだ。誤解しないでください。私もちょっと前まではごく普通の真面目な研究者だった。4ヶ月前あの悪魔に出会うまでは。悪魔？そう、あれがまさに悪魔だった。あいつから私は喉から手が出るほど欲しかった力を手に入れたんです。植物を異常なほど早く成長させる力。10年かかる実験がわずか数ヶ月で済むようになったんです。そしてある時私の心にある考えが浮かびました。それを人間に試してみたくなったんです。そんな目で見ないでください。私と同じ力を手に入れた学者は誰でも一度はそれを考える。誘惑に勝てる者などいない。ひとたびその考えに取りつかれるともういても立ってもいられなくなった。レイエイ様か、本気でまとめレイエイ様か、本気で。私は遺伝子技術を使って私と全く同じ遺伝子を持った人間を作り出した。残念ながら結果は失敗でした。私が作り出したもう一人の私は確かに普通よりもはるかに速いスピードで成長した。ただしそれが起きて動き出すことはなかった。私と少しも違わないはずなのに生命というものが宿らなかったのです。生命とは何か、科学ではそれを永遠に定義することはできない。私にできたのは死体を作り出すことだけ。生きた人間なんて所詮は無理だったんだ。あなたはそれを残酷だとは思わなかったんですか。実験台にするためにもう一人の自分を作り出すなんて。私は悪魔と取引をした。一体何があったんです。4ヶ月前あなたは何を。うるさい。分かってるだろうが、あんたたちを生かしておくわけにはいかないんだ。逃げ切れると思ってるのか。世間を欺くことなんか簡単なんだよ。さあどっちから行こうか。やめろやめろ。そうか、じゃああんたからだ。やめて。間違ってた。
バカな息子をかばおうとし、こんな男に助けなど求めて、愚かな父を許してください。本当の悲劇はこれからだ。5人はディスクのせいじゃなかった。生き返りの儀式も人為的にはただのトリック。岬の事件とは無関係ってことですよね。でも気になるな、今西さんの言ってた言葉、悪魔と取引した。ちょっとすみません、先ほど今西誠二が成長を促進する薬品を持ってたんじゃないかって言ってましたよね。はい、全部チェックしたんですが、出てきたのはよく知られている薬品ばかりなんです。本当にあるんですか、そんな薬。ご主人が変わってしまったのは最近のことですね。今西さんに何があったんです、奥さんはご存知ですか。3月頃のことです。主人は東京の方に呼び出されて、しばらくそちらに行っておりました。そこで不思議な力を手に入れたと。それは植物の成長を早める薬ですね。薬？いいえ、主人は手をかざし意識を集中させるだけで生き物の成長を早めることができました。主人はその力をある超能力者から授かったと言っておりました。超能力者？山村貞子。まさか、だって彼女は23年も前に死んでるんですよ。その人です。主人が力を授かったと言っていたのは。
閉じ込めた。山村貞子。大丈夫か？ディスクを見つけてください。このままではいずれ災いが世界中に広がってしまうんです。高則。血の跡。はい。しかも部屋のドアは外側から何枚もの板が打ち付けられていました。何か閉じ込めておいたってことなのか。私もそう思いました。でも入ってみたら部屋の中は空っぽでした。ただ人形だけが。人形？はい。部屋の真ん中にポツンと。やっぱり誰かいたってことなんじゃないかな。人形があった。その人形を欲しがっている者がいた。女の子。あ、でもあの部屋には出入りできる場所なんてありませんでした。たとえそこに誰かいたとして、どうやって消えたんでしょうか。先生、この間の実験の結果なんですが。それ杉山教授のとこ届けといてくれよ。はい。小田先生は、この世には科学で説明できないことってあると思いますか？どうしたんだ急に。自信がなくなってきたんです。
目の前に不思議なことばかり起こって、それを解き明かそうとするとますます深みにはまっていって、まるで誰かに操られてるみたいに。なんか君らしくないな。じゃあ小田先生は一度も考えたことないですか？科学なんか魅力じゃないかって。そう思ったらここにはいないかな。そりゃ今の自分に解き明かせないことはいっぱいあるよ。でも謎はいつまでも謎のままじゃない。もっと自分を信じないと。自分の目と耳と頭を。な。先生、連絡がないで心配しました。何か分かったんですか？はい。生き返りの儀式なんてただの言い伝えだったよ。飛んだ時間の無駄だった。先生の嘘つき。え？人を子供扱いして。私だって本当のことを知りたいんです。お姉ちゃんに何があったのか、本当のこと。心配するな、何も隠してない。あの建物の周辺の人たちを当たってみます。出入りした人間を目撃している人がいるかもしれません。ここいいですか？すいません。あの壁には血の跡がついてたじゃないか。事件があった記録とかは残ってないのか？それが全然。今夜は視聴者の方から大変興味深いディスクが番組宛に送られてきました。この中には恐怖の大王からのメッセージが入っているというのです。3カメディスクによって。このディスクはパスワードによって保護されていましたが、ある暗号を解くと開けることが分かりました。それでは早速皆さんにもご覧いただきましょう。パスワードは RING です。あのディスクじゃないか。すぐ放送やめさせないと。電話番号、もしもし、今すぐ放送やめないと大変なことになります。本当です。担当者の人いないんですか？それではパスワードを打ち込みましょう。あなたの命だって狙われるかもしれない。あのディスクを放送なんかしたら多くの人が死ぬことになるんだ。
貞子を止めてください。私と一緒に貞子を止めてください。